今日は手術行きます。配信で出た鼻の手術ですか。はい、これきついきついわ。舐めてましたね。ありがとうございます。チーズ。あと今日は手術行きます。配信で出た鼻の手術ですか。はい、美容整形じゃない、はい、どういうあれなんですか。まあ長年にわたってなんだろう、悩んできたんで、鼻詰まりについてはいろいろと、はい、中隔湾曲症か、まあ、要するに鼻の中が曲がってんだよ、うん、それをまっすぐ通しましょうと、はい、それであとアレルギーが結構あるんで、アレルギーに反応してくしゃみ出したり鼻水出したりするところの神経を切っちゃうってやつですね。結構大掛かりなんですか。わからない、なんか大掛かりなような気もするし、はい、入院しないっていいって言うから簡単なような気もするけど、はい、すごく痛いって聞いたりもするけど、わかんない。俺すごい痛みに強いから、はい、まあ、ありとあらゆるね、世の中のものに強いから結構ケロッとしてるような気もするけど、はい、多分今日一日でもう鼻血ブーでダメでしょうね。あー痛そう。麻酔かけてやるんですか。全身麻酔ですね。結構大掛かりじゃないですか、全身麻酔。そうだね、全部検査したからね、なんか肺活量みたいなのからで、ね、でも俺割と全身麻酔の手術って何回もやったことあっ て、はい、あそこのねこれなんて言っていいんだろう、切って中にある出して保存するっていう。え、切れてるんですか今。切ったもう縫ったけど。ああそう、そっから抜くんですね。です。それは全身麻酔ですね、もちろん。全身麻酔してね。今回は入院がないんで、それだと前回と比べると一番軽そうに感じるんですよ。はい。わかんないよ。でもめちゃんこ痛いかもしれないし。そういう人多いんですかね。いや多い、俺の周りっていうかいるよね。アレルギーでアトピーとかさ、はい、食べ物でもあるじゃない。エビカニダメとかさ、はい、そういうアレルギーとか、まあ、鼻アレルギーはねみんな多いと思うんだ、うん、悩んでる人も。まあ基本レーザーで鼻を焼くとか、ここの肩のところにねブロック注射っていうのがあって、はい、それを打つとか ありますよ。あとちょっと高いけど喘息の注射、喘息のね薬でゾレアっていうのがね、はい、ゾレアっていうのは結構高いんだけどアレルギーに対してすごい効きます。だから今日から2週間、あの酒も飲んでいけません、飛行機も乗ってはいけませんって言われてるけど、はい、本気なのかなってね。それ俺今日守ったことないですよ。学校この人はこういう傾向だからあなたは何ミリまで大丈夫って言わないじゃん。おしなべてみんなダメってするじゃん、うん、それ本当はもう 楽してると思うんだよね。かなり楽を。あそういう肩にはめてくるのはもう基本的に嫌いなんだよね。会長本当なんか肩にはまるの嫌いですよね。我慢、まあ、しない生活楽なようで風当たりが強いよ。、うん、だから日本にいない方がいいかなとかは思うよ。やっぱ空気が違うんだよ、うん、日差しも違うし。だってロス行ってあの光とか感じたら日本で感じられるものと全く違うじゃん。空気も違うんだ。だからそういう意味では俺は、うん、今年が、うん、今年っていうかこのコロナ明けてないけどさ、はい、まあ、ワクチンを打てば一応移動が可能になった今いろんなところに今行こうとしてるよね。このだって57、8歳、6、7歳かぐらいの時ってどこも行けなかったわけだからさ、うん、それはさまだいいよ56なんだから、はい、それがさ16、7、8、9、20歳ぐらいの間2年間これで潰されちゃったり、まあ20代をね潰されちゃってたりすると、うん、ものすごく貴重な時間が奪われたと思うんだよね、はい、ただ海外に行くっていうその慣習すらもしかしたら忘れちゃってる人もいるかもしれない、うん、あとワクチンの壁、うん、ワクチンを打たなきゃいけないっていう、これいつか一度にかなくなるかもしれないけど今のところはワクチンを打たないと、ワクチン打たないで行ける国がものすごく少ないから、うん、自由に飛び回るわけにはいかないじゃん。まあ俺はもう年取っちゃってワクチン打つ打たないはね、それはもう個人の自由でいいと思うんですよ。俺はもう年だし先も短いからいつ変わるかわからない決まりを待ってられないんでワクチン打っちゃって海外行きますけど、それはまあ個人の自由でいいと思います。
やっぱ海外に出てった方がいいですか、経験的には。みんな、いや、あのこの何年も勉強してないわけだ、海外行って、はい、それをもう一回しなきゃいけないでしょ。だって普通は1年に1回はラスベガス行ってショーを見るとかやっていたのが2年半ぐらい行ってないわけだからさ、うん、それ行ってやっぱり、うん、いろんなものをアップデートしに行かないと、うん、数年前のままになってるから。あ、会長はそういうインスピレーションを受けにやっぱ海外に行くんですね。やっぱ日本にずっといたらもうこのままでいいかなっていうような気持ちになってきちゃうんだ。へー、海外行っていろんなもん、うん、だから観光とかしないよもう、はい、文化だよね、習慣、文化習慣、若者が何やってるか、どんなことしてるか、どんな音楽かけてどうなってるかっていうところに行って、ラスベガスでエンタメがどういう風に変化してどういう風になってるかっていう、例えばお客さんがいるいないからしてさ、はい、何十年も同じことやってるショーもあるし、何十年もやってるのに日々変わっていってるショーもあるしさ、そういうのを見てやっぱり昔の感動の仕方と今の感動の仕方が全然違ったりするわけ、はい、そこはなぜだろうとか、どうしたら、じゃあこれをどうやって日本に持ってきて何にじゃあフィードバックすればいいんだろうっていうことを学びに行ったり、新しいもの、それこそ刺激刺激って言ってるけど、はい、刺激を得なければ感動もないわけ、はい、だから新しいものを見て感動したいんだよ。いやなかなかもう俺みたいになっちゃうともういろんなもの凝り固まって感動しない、はい、でそれが俺でもドカーンって感動させてくれるようなものに出会いたいから行くわけです。まあ、なかなかいないんだけどね。そういう考え方、なんか具体的にあるんですか、あの海外から会長が感動を受けてこう日本に持ってきたイベントとか施策っていうのは。そんなの昔で言えばジュリアン東京のテクノみたいなことから始まる。ああ、その時からもう、ユーロビートもそうだし、ハイエナジーユーロビートからテクノになってさ、はい、またサイバートランスになって、まあ、イビザとか流行ってイビザ行ってみてこんなになってんだと思って、まあ、クラブを作ったり、そういう繰り返しだよね。でマドンナのライブ見てすげえと思って、これ日本でどうやんだろうみたいな、ああいうでどんなことできるんだろうとかさ、そういうことじゃん。インプットしてアウトプットするって作業は普通の人は必要ないじゃん、うん、インプットだけでやるし、みんな自分が感動すれば、はい、でも俺はアウトプットする方法もなくないんで、何だったらアウトプットもする。でももうこの年になると自分のインプットだけでもいいけどね、うん、いやいやいや、見たいですよ会長が作るエンタメを、うん、もしかしたらそういうインプットもそう、ね、どういうアウトプットになるかわからないですけど、インプットないとアウトプットできないから、でインプットを求めに行くわけで、そのためにまず鼻から直そうまとめになりますよ、まとめインプットするために花を直す、はい、でもよく知らないんだよね、いつからとか。高いね、多少最高130円、何でしょう、知らないけど120だよ。ああ、120、ちょっと高いですかね。今会長が手術に入ってて、まあ、中は撮影できないということなんで、少し時間を待って時を飛ばしていきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。半日経ちましたね。大丈夫ですか？それは痛みっていうのは、はい、あまり痛みのものってよくわからないんだけど、はい、とりあえず完全に詰めてるんで、はい、ガッシュメみたいな、ああ、まあ、口呼吸それだ、それは方が辛い。うわ、これきつい、きついわ。ちょっと絶対安静なんですよね。いや、絶対安静っていうか、鼻の中の細胞って毛細血管あるから、はい、鼻血が止まらない。帰って寝ちゃおうと思ってたけど、はい、これ寝れないよね。そんなに出てくるんですね。寝れって、この状態で寝るっていうのがちょっと考えない。変わりました。じゃあちょっと安静ということで。そうですね、はい、舐めてましたね割と痛いっていうんじゃない、ただこれ苦しい、めんどくさい、痛いな、はい、その痛い感が、うん、わがままだから俺かばれないで。じゃあまだこうすぐ結果はわからないと思うんで、結果っていうかちょっと教えてください。手術はうまくいったって言ってたものが、それはそのまま手術として、はい、まあ、明日でだいぶ変わると思うし、そうだ、お酒飲む気にならないねじゃちょっと禁酒生活で、経過だけ、はい、また別の動画になるかもわからないですけど、そうだ
あの本当にこれがね良かったらそう困ってる人もおすすめできる手術になるんで、勧、ね、まあ、めっていうかもう本人の自由だね。うん、まあなんかこう気になってる人もいるかもしれないんで、ね、また経過を教えてください、はいはい、ありがとうございました。